回のタイトルは、アジアでイーサリアム ETH のステーキングが急増、怪しいクジラの行動です。ぜひ最後までお付き合いください。イントゥーザブロックによる最近のレポートによると、イーサリアムでシャペラのアップグレードが発生してから、投資家はロックされていた ETH を引き出し始めただけでなく、以前よりも積極的に ETH を入金し始めているとされています。上海とカペラからなるこのアップグレードは、バリデーターがビーコンチェーンの預金契約から ETH を引き出すことを可能にし、また ETH がプルーフオブステークのコンセンサスアルゴリズムに完全に移行することを可能にしました。アップグレードが実施された後、ETH の価格は2000ドルのレベルを奪還し、最初の1週間で100万 ETH 以上が引き出されました。しかし、その後預け入れられた ETH の量はそれを上回っています。イントゥーザブロックのツイートは、ステーキングプロバイダーによる入金数が急激に増加していることを示しています。ビド、コインベース、クラーケン、ロケットプールから大量の流出を記録している一方で、アジアのフォビと OKX は ETH の膨大な流入に直面しています。また、ステークフィッシュとステークド US にも大きな流入がありました。米国のステーカーは ETH を積極的に引き出していますが、アジアの投資家は ETH を長期的にステーキングすることに熱心なようです。クジラが大きな ETH の塊を売却。しかし、引き出し能力があるにもかかわらず、多くの人が ETH をかけ続けている一方で、売却している人もいます。ロックオンチェーンの暗号トラッカーは、数時間前、匿名ウォレットのスマートマネーがバイナンスに、34,044ETH を送金したとするツイートを公開しました。トラッカーは、このイーサリアムが6,540万ドルで売却されたと考えています。ロックオンチェーンによると、このクジラは保有するイーサリアムの運用について、興味深い近況があるそうです。このクジラは、今年 USDC のドルペグが大打撃を受けた時に、約2,400万USDC を 15,551ETH に変換しました。彼はまた、FTX が引き出しを停止する前に、ETH およびその他の暗号資産を取引所から引き出すことに成功しています。これらのことから、このクジラは FTX のインサイダー情報を利用したのではないかと考えられています。最後までご視聴くださり、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければ、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。